おはようございます。本日は2日目、まずは朝ごはんを作っていきたいと思います。本日は生姜岳方面へ向かおうと思います。しかしコースタイムは余裕なので、朝はゆっくり過ごしたいと思います。今日の朝ごはんはバームクーヘンとソーセージです。北アルプステントの旅2日目、今日は朝ゆっくり起きて朝ごはんを食べて、今テントを片付けて、テントが乾くのを待っているところです。いや、今日は生姜岳までがっつり登りがありますので、頑張って登りましょう。では生姜岳に行ってまいります。ようやくテント場を後にして生姜岳方面に向かいます。いや、まだ背中には食料が大量に入っていますので、ちょっと重いですね。ゆっくりコツコツ登っていきたいと思います。徳沢から登り始めてだいたい1時間半ぐらいかな、8時ぐらい、1時間半ぐらい経ったところです。今は完全に樹林帯の中ですが、天気曇りですごい風も吹いてるんで、すごい涼しくて登りやすいですね。ただし背中の荷物が、やっぱり重いんで、少しずつ休憩しながらゆっくり登っています。山頂までの間の、まあ、もうすぐ半分ぐらいっていうところまで来ています。音が聞こえてるかどうかわかりませんが、ちょっと風が強いですね。果たして稜線のテントで寝れるのかどうかちょっと心配ですが、お、なんか看板がある。なんだ？ちょうど看板が見えました。生姜岳徳沢見えるかな。こ
ここは休憩ポイントなのかな。今日は天気が悪いからなのか、なかなか下から登ってくる人はいないですね。蝶ヶ岳方面から降りてくる人は、まあでも少ないかな。まあでもポツポツ来ますが、下から登ってくる人あまりいない感じですね。天気のおかげかな。長壁山まで到着、はい、蝶ヶ岳までは 1.8 キロ、まだある。いやでも結構持ってきましたね。天気はご覧の通り雨です。雨で眺望はありません。長壁山、眺望はなし。街の景色が見えるようになってきました。山で飲むインスタントコーヒーは最高です。常念の方までなんか見えそうですね。眼下には厚さが見えます。いい時に山頂でも行ってみましょう。蝶ヶ岳山頂へ行きたいと思います。なんと蝶ヶ岳山頂は天場から約2分ぐらい、めちゃめちゃ近いところに山頂があります。お、お目も見えてきました。はい、あそこが山頂です。いや、長い雨が去ってようやく遠くまで景色が見れることができて、山岳わあちょっとガスってきた。はい、蝶ヶ岳山頂に到着、まあ着いたのはだいぶ前です。標高2677。いや、めっちゃ景色がいいね。超景色がいい山頂ですね。テント場の様子はこんな感じです。1泊1張2000円です。
常念が見えます。そしてお、つば九郎まで、つば九郎も見えます。つば九郎、あ、西岳かな、常念、常念、御殿所、西岳、槍やけど、槍の方は全然見れません。